大幕州は日本の三千州のうち江戸時代に始まった一州派。江戸時代初期に来日した陰縁隆起を回想とする。本山は陰縁の開いた京都府宇治市の大幕山満腹寺。大幕州の名は唐の僧、大幕紀雲の名に由来する。教義、修行、儀礼、布教は日本臨済州と異ならないとされる。大幕州の宗風の独自性は 日本臨済州の各派が、鎌倉時代から室町時代中期にかけて、僧と元の中国禅を受け入れて、日本化したのに比較して、因元の来日が新しいことと、民末新書の国水化運動の下で、意図的に中国禅の政党を辞任して、臨済真っ最無を名乗ったことによるとされる。大幕像が伝える近世の中国文化は、医学、社会福祉、 文人趣味の展開とも関係する。日本の江戸時代、玄な歓迎の頃、病朝の動乱から逃れた多くの中国人、家境が長崎に渡来して在住していた。特に、復讐出身者たちによって、幸福寺、福住寺、宋福寺が建てられ、民葬も多く招かれていた。女王三年や無学祖元等の死でもある矛盾の法を継ぐ臨在前であり、 当初は正統派の臨在禅を伝えるという意味で、臨在、正宗や臨在禅修王幕派を名乗っていた。修風は、明治代の中国禅の特色である下言、天台、浄土等の諸州を反映したいわゆる根校禅の姿を伝えている。幕府の外語を背景として、大名たちの支援を得て、鉄岩道校らに代表される社会事業などを通じて、民間の教家にも努めた。 また、原文5年に第14代十字として、和造の竜光元宗が新参するまでは、伝統的に中国から住職を招聘してきた。こうした活動から次第に強制が拡大し、満福寺の卓中は33回に及び、1745年の松寺町には1043もの松寺が書き上げられている。明治7年、明治政府教部省が全州を臨在、 相当の二州と定めたため、強引に臨在州大枠派に解消させられたが、明治9年、大枠州として正式に全州の一州として独立することとなった。現在も臨在州とは共同で財団法人を運営しており、公式ウェブサイトも両者合同で設置されている。因縁の放存にあたる鉄岩同行は、観覧進区の末に、 人間のもたらした民版大蔵教を原版とした鉄岩版一切教といわれる大蔵教を開け国、刊行した。これによって日本の仏教研究は飛躍的に進んだばかりか、出版技術も大きく進歩発展した。一方、両王同閣は金体炎という漢方薬の販売により収益金で鉄岩の一彩教の開国事業を援助する一方、 完成本を誰もが見られるようにする漢学院を各地に建て、日本の図書館の先駆けとなった。後に、鉄岩一彩教は重要文化財に指定され、大爆山満福寺山内の法蔵院で、現在も擦り続けられている。満福寺における新年法要大爆衆における土教は、現在も近世中国語の発音で行われており、これを大爆党院と呼ぶ。太字は、 トライ像は未見放射。前置きの数字は満腹自重次世代。イタリック体はトライせず。ありがとうございます。